ファイナルエピソード。ひよこ、もし探してる証拠が見つからなかった場合、どうなるか分かってるだろうな。嘘なんてついていません。桜木第一公園から間違いなく反応がありました。まあ、行けば嘘かどうかはっきり分かる。もう引き返せない。あとは公園について証拠を見つけ出したら、先輩の手に渡ってしまう。もうそれしかないの？だけどどうしてそこまで証拠にこだわるんだろう。犯行の発覚を恐れているなら逃亡する方がずっと簡単。それなのに逃亡しかなかったんだ。何か理由があるはず。先輩、一つ聞いてもいいですか？なんだよ。どうしてこの町から逃げ出せなかったんですか？バカ言うなよな。逃げ出すわ。それが死ぬ時だ。俺みたいな軽い命でも一人前に惜しむんだよ。死にたくねえって。もう一ついいですか？この状況でよく喋れるな。なんだよ、いっぺんに言え。すいません。でも、どうしても知っておきたくて。昔、日向刑事と一緒にある人を冤罪から救いましたよね。どうして救おうと思ったんですか？なんで今そんなことを聞くんだよ。俺だってわかんねえよ。理由なんて考えたこともねえし、どうだっていいだろう。ただ、まあ、やってもいない罪を着せられたあいつの姿が、遠い過去の自分に重なったのかもな。きっと先輩だって昔から悪に染まってたわけじゃない。山田さんを救った事実がそれを物語っている。まだどっかに正義の心が残っていないかな。それを見つけることができれば助かる可能性があるかもしれない。おい、着いたぞ。よし、降りろ。それどこにある？今探します。お前が証拠を見つければ俺はようやく解放される。この町からも、あの野郎からもな。ほら、さっさと探せ。はいはーい。まあ、ここになるよね、やっぱね。この場所は。おい、どうなってる？そうか、そういうことだったんだ。どういうことか説明しろ。10年前に起きた偽事件の全貌がこれで分かりました。たった一つを除いて。ははは、面白いこと言うじゃねえか。んなことが分かったら何だって話だ。いいか。ここを掘り起こし、俺が証拠を確認し終えたら、お前は即処分される。死を前に真実なんて何の役にも立たねえんだよ。おい、お前ら、死体埋める用のスコップがトランクにあっただろう。それを持ってこい。聞こえてねえのか？何やってんだ？おうおうおう。何をやってるって？それはこっちのセリフだ。大鳥刑事。ヤマト？おお、助けが来た。ヤマトさん。さあ、もう逃げ場はないわよ。あとは刑事さんに任せるよ。いやいや、観念しやがれ。この日向スペンサーが天に変わって成敗いたす。いろいろごっちゃになってね。大鳥刑事、あなたをあらゆる罪の疑いで逮捕します。桜木警察署へ来た初日には全く想像もできなかった、予想もできなかった。大鳥先輩相手に取り調べをすることになるなんて。先輩、全てを話してくれますよね。この14年間に起こった全てを。その前に聞いてもいいか。何ですか？神さんはどうなった？そのことですが、数時間前、その突入だ。ああ、いない。隠し、そこにはあったんだ。船着き場の監視カメラ映像を確認してくれ。県警本部と協力し全力で捜査に当たっています。だよ。なんだよ。クソ。カムロ系で必ず見つけ出すと約束します。だから、取り調べに応じてください。お願いします。お前ら甘いんだよ。あのおっさんを知らなさすぎる。あの野郎は良心なんてみじんも持ち合わせてね。多分、刑事も何人か身内に引き込んでんじゃないか。逃がしたらまたとんでもねえ事件を起こすぞ。俺なんて怖くとに過ぎねえよ。先輩とカムロ刑事、二人の間に一体何があったんだろう。はい、聞いてみましょう。の前に、ちょっと待ってね。はい、すいません。動画の録画時間がちょっと長くなりすぎてしまって、編集できるか分からなくなったので、一旦保存しました。はい。できてるよね。録画できてるよね、これね。大丈夫だよね。よしよしよし、大丈夫ですね。すいません。じゃあ、続きの方やっていきましょう。二人の関係。先輩が刑事課に配属された時の課長がカムロ刑事だったんですよね。ああ、そうだ。
あのおっさんのせいで俺の人生は狂っちまったんだ。狂った？知りたいか？あいつが俺に何をしたか。ええ、それはもちろん聞かせてもらえませんか？カムロ刑事がどんなひどいことを先輩に行ったのか。ふん、さすがだな。取り調べのやり方、心得てんじゃねえか。だけどな、一つ大事なことを教えてやる。タバコの一本でも持ってこい。その方が早く話が聞ける。勉強になります。はーい。この人すっげえ気になる。じゃあタバコ。のりかさん、タバコお持ちじゃないです。そうよね、この後。はい。何もらったんだ。ちょ、暗くてよく見なかった。吸いすぎは体に毒。そうね。はい。他は特に反応なしと。じゃあやっていきましょうか。それではまずカムロ刑事との関係について教えてください。俺が警官になったのは高校卒業してすぐだった。体力だけに自信があったし、顔見知りも多い。向いている仕事だと思ったよ。金もらって茶が携帯して人を殴れる。少し前なら生活安全課に報道されていた行為も全て許された。だからかすぐに昇進の話が来た。刑事課が人員不足で困ってる。俺は一つ返事で了承した。何も考えずにな。なんで人員不足なのか、もう少し考えればよかったんだ。完全に舞い上がった。14年前、組織犯罪対策チームにようこそ。俺がお前の相棒のヒューガだ。世話になります。オードリーちゃん、話は聞いてるよ。優秀なんだって？頼もしいね。どんな仕事を任されるのか、それはすぐに分かった。押収された段ボール箱に麻薬がびっしりだからな。だったからな。このチームの仕事は麻薬組織を摘発すること。当初はそれを考えていた。大鳥。俺は何も見てねえっす。落ち着いて。ね。ほら、こっち来て。麻薬に混ぜ物をしてやがった。赤ん坊の粉ミルクだ。押収した薬を過小申告し、竜の肺に恩を売っていたらしい。だが、それだけじゃねえ。くすねてたんだ。もちろん俺だってそれがどういうことか分かってた。分かってはいたさ。もちろんだ。手当たって少ないしさ、小遣い稼ぎぐらい必要だろ。それにこういうことは持ちつ持たれつ。押収量が少ないと刑期もそれだけ短くなる。こっちは小遣い稼ぎできて、あっちはすぐに出所できる。誰も損はしていない。被害者もいない。それとこれ、踊りちゃんもらってよ。現金で10万はあった。断れるわけないだろう。どうせ簡単に殺される。竜の肺っつう組織の恐ろしさは嫌ってほど知ってんだからな。それならもらっておこうって考えるもんだ。俺が震える手で現金を受け取ったら、おっさんはこう言ったよ。やっぱり僕の見込み通りだ。後になってその言葉の意味を知った。ヒューガと違い簡単に悪に染まる使いやすいバカって意味だったな。だけどその通りだ。俺はバカだった。麻薬が押収されるたびに金をもらい、麻痺していった。弱みを握られてるなんて考えず、汚い金に踊らされてたんだ。何？足を洗いたい？おい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 、待てよ、踊りちゃん。お前が今までしてきたこと忘れたわけじゃないよな。押収した麻薬のすり替え、組織に突入日を連絡し、麻薬の販売ルートも開拓し、今じゃ立派なマフィアの下っ端。だけど、それは神さんの命令で。我が言っちゃいけないよ。僕が命令？証拠でもあるの？分かったらおとなしくし続けなきゃ。いくらバカでも死にたくねえだろ。その後だった。ヒューガ刑事が俺たちに探り入れ始めたの。カムロ刑事が黒幕だったけど、実行の意思は先輩にあった。それだけは忘れちゃいけない。カムロ刑事との関係はよくわかりました。その後、ヒューガ刑事が不正の証拠を集めていると知り、カムロ刑事は先輩に何かを命令しましたが、不正の証拠のありかを吐かせ、その後は殺すと言った。やっぱり。だけどやってない。ですが、部屋から大量の血痕が。だから、俺はやってない。それだけは仏さんに誓っている。だってよ、
できるわけねえだろ。ガキ一人のために必死になって頭下げて担当事件でもないのに、勝手に捜査再捜査して冤罪を晴らしちまう男なんだぜ。その冤罪の被害者はまさか、ああ山田だ。頭の賢さから何から何まで俺と違った。そんな男を殺すなんてさすがに簡単じゃねえ。それじゃあ神室刑事が直接手を下したんですか。日向刑事の部屋まで行ったが、呼び鈴を鳴らしても、呼び鈴かなを鳴らしても反応がなかった。そこで俺は前もって作った合鍵で部屋の中に入ったんだ。嘘だろ、どうなってんだ。床に広がっていたのは大量の血液だった。あんなに血が出てりゃ生きてるとは考えにくい。だが遺体はどこにもない。俺じゃないなら誰の仕業だ。まずはそれを考えた。しびれを切らした神さんが竜の灰を使ったと思ったんだ。マフィアならこれくらいきれいに片付けるだろうなと。だがそう考えた俺は甘かった。連絡をしたら血相界飛んできたんだ。さすがに想定外だったんだろう。あの時の神さんを思い出すと今でも笑えるけどな。とにかくお前はヒューガが集めた不正の証拠を探せ。あれが公になるとさすがに僕の身も危ない。でも誰の仕業ですか。まさか偽装工作か。ヒューガならやりかねん。どういうことっすか。殺しにしては血しぶきがほとんどないだろう。そうだね。毎日少しずつ血を抜いて溜めてたものをぶちまけた。腐ったれ、舐めたものの真似しやがって。あの男まだそう遠くには行ってないはずだ。いいか、ヒューガを見つけたら必ず不正の証拠の在りかを吐かせろ。口を割らないようならあいつの妹の話を出せ。売り飛ばすと脅せばさすがに喋るだろう。頼んだぞ。そうか、だから戻れないって言ったんだね、アパートにね。なるほど、お兄さん優秀、すごい素晴らしいね。なんて連中なの。それでヒューガ刑事はどうなったんですか。そう怖い声すんなよ。せかさなくても話してやるから。ヒューガ刑事、最後の話を。え、最後の話マジか。その後すぐに竜の灰から連絡が入ったんだ。ヒューガ刑事を見つけて追い詰めたってな。あれ、まさかね。今ちょっとふっと よぎったけど、いろあることをね。さあ続きいきましょう。だが全く吐く気配がないらしく、やっちまっていいかいいかと来たもんだ。俺と神さん慌てて向かったよ、中瀬川へな。手焼かせるんじゃないよ。これだから諦めの悪い男は嫌いなんだよ。いいか、妹を守りたいなら証拠のありかを言え。ふん。何笑ってんだ、ついに壊れたか。そんな生半可な覚悟で頭に突っ込んでねえんだよ。何年かかろうとも俺が死のうとも必ずお前たちの悪事で暴かれる。ざけんじゃねえ。わあ、チャカだ。おい神さん落ち着けよ。やっちまったらありかがわからないだろう。やがましい、お前は黙ってろ。最後に何か言い残すことはないか。震えてねえ。そのまま日向刑事は川を流れていった。あれだけ怪我している上には冷たい川の中だ。遺体は上がらなかったが、今頃海の底だろう。とは分かっているが、死体を見るまで休まらねえ。俺はこの14年間ずっと恐怖で寝ることもままならなかった。気が狂っちまいそうでな。ついには殺した女の亡霊まで見るしてますが。君が節香さんを倒したね、殺したのか。情けねえよな、笑えるだろう。日向刑事についての話はそこで終わりだ。どうせその後のことも知ってんだろ、羽根の件も。だけどあれはもみ狩りになった末の事故だ。不正の証拠のありかもようやく突き止めたって思ったのにな。結局証拠は偽物だわ、女をやっちまうだで、本当についてね、全部アナウンスのせいだ。はあ、そうきますか。それに店に火をつけたのは竜の灰の連中で。そうだね、この人たちは他人の命の尊さを感じることができないんだ。お兄ちゃん、こんな最後だなんてあんまりだよ。
ひよこじゃん。お、なんだ、どこに電話してるんだろう。こんな時間にごめんなさいね。ちょっと桜木警察署まで。はい、セーブします。こういう結末が待ってることは覚悟の上だったでしょ。それなのに胸が苦しくて悔しくてたまらないよ。このやり場のない思いはどうすればいいの。お兄ちゃんの言いたいと対面することもかなわないなんて。誰、ヤマトさん。ほう、かすみさんに連絡もらってね。泣いているのかい。迷惑なら部屋を出るよ。話を聞いてもらってもいいですか。大鳥先輩から10年前に起きた事件の真相を聞きました。日向はヤマトへと兄のヒューガの刑事の身に、ヒューガ刑事の身に起きた全ての出来事を話した。せめて遺体だけでも見つけてあげたいと思うんです。だけど私の超能力で遺体を見つけることはできません。お、何かひらめいた。刑事さん、可能性はゼロじゃない。話をよく思い出すんだ。カムロ刑事はヒューガ刑事に向かって弾丸を打ち込んだ。ほう、そういうことですね。警察官の所持する拳銃には貫通しづらい弾丸が生じ、へえ、痛そう。それじゃあそこから兄の遺体を探すことできるかもしれない。知れない。桜木町の地図で無理なら日本地図で探してみよう。それでもダメなら世界地図で。この超能力が使えなくなるまで絶対に諦めないんだから。カムロ刑事が打ち込んだ弾丸を探してみよう。えい、ここだよ。繁華街かな、やっぱここだよ。そうだよね、やっぱそうなるよね。繁華街から反応がありました。繁華街、どういうことなんでしょう。どうして繁華街から。まだ超能力は使えるのかい。はい、問題ありません。それじゃあ今から繁華街へ向かおう。お兄ちゃんの遺体がどうしてこんなところにあるの。もう一度聞き耳で探してみよう。ここだよ、ここだよ、ここだよ。ああ、これ確かこんな場所に何があるって言うんだ。はあ、やっぱここなんだね。ここにお兄ちゃんの遺体が眠ってるの。長瀬川からここへ流れ着いたんだろうね。確か前にサボ君が言ってたよね。大抵女はここに流れ着くって。うん、探してみよう。ここだよ。ああ、さて、察しのいい方、多分ここだよ、ここだよ。思い分かるでしょう。ここだよ。多分こういうことなんでしょう。ここだよ。えい、ほら、そこでしょう。うん、これが多分青葉さんじゃなかったっていう時点で多分こうなったよね。こうなるよね、多分ね。そんな、まさか、うん、この人の体内にカムロ刑事が撃った銃弾が。ってことはこの人が、お兄ちゃん。確かお前はお兄ちゃん、私だよ、ひなただよ。ああ、そうだ、思い出した。あの時助けたひよこ。お兄ちゃん、まさか記憶がないのか。以前会った時ここへ来る前は記憶ないでって言いました。おい、どうしたんだよ、そんな切羽詰まった顔して。ごめんなさい、まだ私も整理しきれなくて。とにかく一度私と一緒に病院で検査を受けてくれませんか。それは無理な頼みだな。どうしてですか。前にお前を闇医者に連れて行ったの精一杯だ。なぜかここから外へ出たくないんだ。正直怖い。頭がやられる前にこの世界、外の世界で何かあったんだろう。それなら闇医者でも構いません。だからお願い、一緒に。そんな顔するな、俺まで悲しくなる。理由はもちろん話してくれるんだろうな。はい、でも覚悟しておいてください。とても辛く悲しい学校あなたには存在するんです。そんな気はしてたさ。いつか向き合わなきゃならない過去があるってな。ああ、あいたたたた、ようやく終わりが見えてきた。
さて、読んでいきましょう。たまり場の花屋さんはやっぱりお兄ちゃんだった。 DNA 検査の結果、兄弟であることは間違いないって。それと心臓疾患で止まった銃弾、それが何よりもの証拠。まだお兄ちゃんが生きていたなんて信じられないけどね。これにてヒューガ刑事失踪事件は無事解決だけど、まだ桜木町の夜は明けない。依然カムロ刑事は見つからず、傷つけられた人たちの心が癒える日は遠い。私がこの街で見つけた真実には意味があったんだろうか。そんなことさえも考えてしまう。お兄ちゃんの記憶残ったけど、戻るかどうかはわからないんだって。だけどきっといつか戻るって信じてる。希望だけは捨てちゃダメなんだ、絶対。なんだろう、心に火を差し続ければいつかいい方に向かう。ひなたって名前にはそんな意味が込められてる。だからこれからも私は人生を悲観しない。いいな、ちゃんとこういう意味があるんですね。皆さんのお名前にも親がね、ちゃんとこういう意味を込めてつけましたっていう名前があると思うんですけど、俺はね、以前親に聞いたんですよ。自分の親に僕の本名はどうしてこういう名前なのって聞いたらなんだろうね、そういう意味特になかったって特になかったんですよね。なくて、結局なんか、なんか適当ってわけじゃないけど、語呂がいいじゃないけど、まあ、なんか多分そういう意味とかは特にないんですよね。でちょっと悲しくなった思い出がございます。はい、さて、はい、話がそれましたが次やっていきます。本部のある英国へ戻ってきてもきっと大丈夫だよね。戻ってもか。そういえばお兄ちゃんを連れて帰ろうと思ったんだけど、今の俺はこのたまり場が生きる場所だって。だからたまにこっちへ帰ってきて顔を見せようと思う。それに山田さんが面倒を見てくれるみたいだから、安心して私はこの場所を離れられるよ。はい、数日後。本当に素晴らしい活躍だった。僕からも礼を言うよ。スペンサー君、ありがとう。こちらこそ県警にまでご協力いただき非常に助かりました。だがカムロ刑事の行方は依然つかめていない。全国に指名手配をかけたが、僕にできることはそれまでだ。至らないことばかりで本当にすまない。だけど君の見つけた不正の証拠が事件解決に大いに役立つはずだ。音声データに写真の根がほとんど劣化もなく保存されていた。龍の灰とカムロ刑事らの関係もこと細かく記録されていたんだ。大鳥刑事の起訴も間違いないだろう。本当に君は素晴らしい刑事を兄に持ったね。はい、兄は私の憧れの刑事ですから。ところでこの段ボールは大掃除だと言いたいところだが、誰かが責任を取らなければならない。署内から犯罪者を出した。トップへの責任追及は免れない。それに今回の騒動には前所長である父も関与していた。生前父が振り込んでいた花屋が黒崎家店の名を語り、龍の灰が違法に構造を解説していたようだ。ああ、そうなんだ。それじゃあ脅迫は実際にあったということですね。しかしまた隠蔽も事実であり、父の信頼も地に落ちた。つまりその父の推薦で所長職に就いた僕の信頼も同等だ。今後はどうされるんですか。すでに数社から声をかけられている。公務員以外の世界も楽しそうだ。それと国際特別捜査局への報告書の件だが、事件解決まで導いた君の活躍をしっかりと報告しておくよ。ありがとうございます。それでは短い間だったが世話になったな。所長もお元気で、またこっちへ戻った際は連絡します。はい、桜木警察署の今後は僕にもわからない。だけど事件が公になったことによって市民の厳しい監視の目が向けられる。彼らに期待することしか僕たちにはできないだろう。悲しい。さあ、こっちかな。よっ、どうも。ひなたちゃんが無事で本当に良かった。僕が頼りないばかりに。そんな顔しないでください。むしろ青葉さんがいてくれたから私は無事に戻れたんです。
そう言ってもらえると救われるよ。ありがとう。そういえば、セスカの形見のイヤリングが戻ってきたんだ。不正の証拠と一緒に片一方がずっと土の中に埋まっていたんだ。もう二度となくさないでくださいね。セスカさんの形見ですから。僕ももう少し頼りがいのある人間に成長しないとね。兄を残して私は立ちますが、どうぞよろしくお願いします。うん、任せて。いろんな人と一緒に頑張るよ。それと日野さんから手紙を預かってきたんだ。黒崎さんから全てのお話を伺いました。カムロ刑事の 悪行を止められず、結果節香さんも亡くなられてしまった。黒崎さん兄弟への償いも私の役目だと感じています。それでは気をつけて、旅の無事を祈っています。おお、日野さんも元気に過ごしてほしいな。おお、2人もいるのか。寂しくなるわね。それは私もです。そうは言っても私の活動規模は大気圏内だから。必要になったらいつでも連絡してね。あー、でも惜しいわ。あなたみたいに根性のある子なら私の弟子に欲しいくらいよ。女スパイですか。じゃあもしも捜査官をクビになったらその時はよろしくお願いします。合わない気がするな、この人スパイは。よう、ひよこ、花屋の妹だったんだな。うん、そうだった。なんでそんな風に笑ってるんだよ。お前のこと覚えてないんだろ。それはそうだけど、生きててくれたってだけで私は嬉しいよ。そっか、そういうもんだな。サボくん、お兄ちゃんのことよろしく頼みます。おう、任せとけ。そうそう、一つサボくんに報告。前にあったセスカさんは男の人だからね。嘘だろ。いますよ、ここにいますよ。もう行くのか。うん、そうしんみりするな。俺は生きてただろ。ま、記憶がだいぶ飛んではいるかな。でもお前が俺を探して頑張ってくれた事実は嬉しい。そういえばどことなく俺たち似てないか。似てるかな。似てないよ。そう嫌がるなよ。ほれ、鼻のあたりなんかさ、ほれほれ。いや、やめてよ。そういうところは全然変わってない。日向、何？改めて言うけど、よく頑張った。それと見つけてくれてありがとう。で、少しはお前の兄貴らしいか。なんだかよくわかんねえけど。うんうん、いいってことよ。なんだろう、すごいあれだね。金賞とある魔術のインデックスの録画っぽさを感じる。それでもう行くのか。ヤマトって探偵の姿が見えねえけど。あ、うん、それはいいの、大丈夫。まさか知らせてないのか、今日2本立つこと。うん、でもきっと美味しい、でもきっとコーヒーを飲むのに忙しいと思うから。お前はそれでいいんだろうけど、話して。そろそろ時間だ、どうしようかな。一応会っておくべきじゃないのって思ったけど、出られないの。こっちは所長だよね、多分ね。こっちも行けない。うん、いや、会っておくべきだと思うよ。僕はそういうの疎いからあれだけど。ああ、こっちがダメな選択肢ない以上、こっち行くしかないよね。そろそろ空港に向かないと。また戻ってくるからね。バイバイ、みんな。おお、動いてるぞ、なんか。これ、振り毛か、本当に。動いてるぞ。おお、全部英語で全然わかんねえぜ。ははは。とりあえずこれで終わりなのか。いやー、なんだろう、ゲームの総括としては、アドベンチャーだったけど、どっちかっていうと一本無知系の、あれでしたね。ゲームでしたね。前回の神林家殺人事件は、だいぶ、あれでしたけど、いろいろルートがあってエンドがありましたけど、このゲームに関してはなんかエンドは1個だけ。お、
山田さん、待って待って、語らせてちょっとぐらい。まあいいや、じゃあちょっと先こっちの本編の方行きましょう。山田さん、どうして空港にいるんですか？あ、わかりました。救助費用の請求ですね。それなら兄のお世話代と一緒に後で振り込みますから。え、そうじゃない？じゃあなんだろう、わかんないな。だって別に今週のお別れじゃないし、そんなお別れ挨拶だなんて。ほう、なんでかな、全然言葉が浮かばないよ。伝えたいことたくさんにあるのに、どうしてるの？え？わかりました。私もさよならは言いません。山田さん、またね。はあ。ああ、そういうことね。完全に理解した。はーい。おう。セーブしましょう。はい。というわけで、とりあえず、聞き耳のお話は、とりあえず、ここで終わりということですね。はい。で、どこまで話したっけ？まあ、一本道系のゲームだったよって話をして、そうですね。かなりこれ、フリーゲームにしては、レベル高いんじゃないかなって思います。はい。なんだろうな。まあ、シナリオも、なんだろう、ここはどうなってたのみたいな話は特にないかな。うん。あ、いや、一個だけあるわ。あれ？ヤマトさんってなんか結局、親違いの妹だか JK が言うとかって話なかったっけ？どうだったんだろう、あれ。っていうのがあったりとか。そうね、うん。うん。そこぐらいかな、まだ回収されてない伏線としては。それともこのリンク、ライクマットかな、ライクマットさんの他のゲームでその子について触れられてたりするのかなという感じでございます。このライクマットさんのゲームは自分初めてやったんですけど、面白かったなと。はい。アドベンチャーっていうより、まあ一本道じゃない、どっちかっていうとノベルの感じもしましたけど、それでも自分は楽しいなと感じられたので、いいゲームだと思います。はい。スペシャルはな、どうしようかな。見ちゃうと、もし仮にこの実況を見てね、やりたいよって人が出てきた時に、ここまで明かしてしまうとさすがにね、面白くなくなってきてしまうんじゃないかと思うので、あえて動画には残しません。はい。スペシャル見たい方は自分でご覧ください。で、正直スペシャルに何が書かれてるのか自分もよくわからないんですけど、はい。で、何を言うと思ったっけ。でそうそうそうじゃなくて、聞く何を言おうと思ったか忘れちゃった。話まとまったし、あとね、このビジュアルか、ここもちゃんと色使いが上手だなっていうのとですね、色使い上手だし、ちゃんとこのフォントも選ばれてる感ありますからね。で、ここのワンポイントとかね、あんまりそういうの全然デザイン系とか詳しくないんですけども、こういうところにもちゃんと力が入ってるあたり、もう良作というか、他のってか、なんだろう、他のゲームとは、まあちゃんと違いますよじゃないけど、個性というか、見出しというか、そういった主張できるものを確立してるなっていう感じはしました。なので、数ある中でですね、自分がフリーゲームのそのサイト、なんかフリームだっけ、をいろいろ探して、まあ、パラパラパラってスクロールしながら見てたんですけど、
それで目に留まったんじゃないかなというところが大きいです。皆さん、タイトルはね、大事ですよ。人目を引くとか、こういう一発でわかるとか、人の目に留まるってだけでかなり大きいですので、もしここでね、ゲームの制作者さんがね、この動画を見ていらっしゃったら、そういうところに気づき、まずは気を使ってみると、より、プレイしてくださる方が多くなるのではないでしょうか。はい。バグも特になく、中身としては、ハッピーな、ハッピーというか、まあ、神林さんと比べちゃってるからね、俺今中でね。今中で比べちゃってるんですけど、ハッピーというか、幸せというか、まあ、悲しいこともありましたけど、いい感じに、希望のある、将来のに希望があるエンドじゃないですけど、でしたね。はい。神林家は、グロ多かったんで、ね。なかなかに、壮絶というか、サバイバルな感じが、しましたけど、こちらはそういうことはなく、明るい感じで、比較的明るい感じでね、進んでいきましたね。はい。こんぐらいかな。いや、本当に良いゲームに、良いフリーゲームに出会いたいなと思います。ライクマットさん、これからもゲーム制作頑張ってください。応援しております。はい。あとは、そうだね。聞き耳。ちょっとしたことなんだけど、音に気を使ってるなっていう気はしました。はい。自分がそう感じたのは、まさにこのタイトルなんですけど、タイトルって普通ゲーム、いろんなゲームって、大抵 BGM 流れてませんか？ねえ、俺はいろんなゲーム、だって今実況してる FF15 の方でも、ピアノだっけ？あれ多分ピアノかな？ピアノ音楽が流れて、ポロロン、トントンっていう感じで、トラーンって流れてますけど、聞き耳は全然流れてないんですよね。なんで、流れてないことによってプレイヤーはより音に集中するんじゃないかな、そういうのを狙ってるんじゃないかなと自分は思いました。で、ここら辺とかね、そう、こういう SE に気を使うようになって、で、この「聞き耳」っていうゲーム自体はあれじゃないですか、ここだよここだよって言うじゃないですか。だから、よりそういう、それに気を使うようになるんじゃないかなと思います。そういった意味でも、このタイトルあたりから、音に気を使うゲームだよって、まあ、ここに超って書いてあるしね、超能力操作感ってね、っていうのをより強調してるんじゃないかなと思います。で、多分このバックのカラーは主人公のテーマの色かなっていうのと、赤は、元気いっぱい的な、そういうイメージがありますね。はい。はい。これじゃ続かねえな。はい、そんな感じで自分はいろいろ楽しむことができました。はい。いやー、次回、まあ、特にこういうフリーゲームやるって予定は今のところ他にこれ以降はないんですけども、またこういう力作を見つけていければなと思っています。はい。どんなゲームにも面白いところっていうのは必ず、ここに作者はここに力を入れてるんだなって思うところは必ずいくつかあるので、まあ、それが前面にタイトルからお話の中まで
しっかり出ている作品なんじゃないかなと。いいフリーゲームだと総括です。はい、じゃあ録画の方はこちらでここで切りますが、私はちょっとこちらのスペシャルの方見ていきたいと思います。それでは、視聴者の皆さん、ここまで見てください口が回らないや喋りすぎた、ちょっと喉も痛いねはい、気を取り直してここまで見てくださった方々皆様、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。はい、よろしければ、もしよろしければここまで見てこのゲームやりたいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひやってみてください。そうだね、俺多分一つバッドエンドとして、先輩に見つかってはいけないあのレーダーのところで見つかってないから、あそこの死因を回収するっていうのもいいかもしれないですね。はいはい、そんな感じでございます。それでは、ここでこの実況は、このシリーズの実況はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。他の動画も見てくださると嬉しいです。あ、高評価とかつけてくれていいんだよ、この動画にね、高評価とかつけてくれてもいいんですよ。てかつけてください、お願いします。そうすると多分私が喜ぶかもしれないね。はい、それじゃあどうでもいいことを話しつつ終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。